がジジャンンンフェレだった頃のアアドレレザジャイアントと並ぶミゼット,レスラーミゼットプロレスは低身長症が試合をするプロレス。通称、小人プロレス。戦う人をミゼットレスラーと呼ぶ。メキシコではミニエストレージャと呼ぶ。日本では全日本女子プロレスで前座として行われていたのが有名。女性のキャットファイトである。 ドロレスリング、オイルレスリング、ローションプールと同じで書特に小人症の人が見せ物、あるいはテレビや映画などで、お笑い鳥として使われた長い歴史があるため、差別的として、北米では70年から80年にかけ衰退し、工業も仮想階級の飲み場などの場所で、酒を飲む客の前で、滑稽なコスチュームをした小人のキャットファイトのようなものが、ほとんどであった。しかし、 1990年代にアメリカではメキシコの小コ人レスラーを採用するとともに体格の小ささと軽量を利用して高いジャンプなどルチャリブレを全面に出す小人レスリングや格闘流血を全面に出したハードコアミジェットレスリングが出現する中一部のプロレスファンの間でその人気は復活しつつある日本においては1960年代前半に数回 日本プロレスと関わりのあったプロモーターが、アメリカのミゼットレスラーを招聘して、小人プロレス国際試合もしくは、小人国プロレス大会と称し、ミゼットプロレス中心の工業を独自で打った記録が残っている。その際には、前座で日本プロレスの選手も出場した。全日本女子プロレスが旗上げされた際、ミゼットをメインとして行われ、 女子プロレスが全座扱いとされていたが、マッハ文明がデビューして人気を得てからはメインは女子プロレスに移っていった。コミカルな面が強く彼らを笑いのにしているとして一部の視聴者から非難があり、ザ・ドリフターズの番組や全日本女子のテレビ中継でもカットされるようになった。ミゼットレスラーたちは自分たちは笑われているのではない、笑わせているんだという自負を持っていた。 実際に自分の技に笑って一人くらい死ぬ人がいれば本望と発言したミゼットレスラーもおり記録に残っている。また影カホールはミゼットプロレスについて見せ物で何が悪いのこいつらプロレスやって幸せなんだよって思っている。プロレスで金を稼げて飲みにも行けるし女も買える。最高に幸せなんだよって。かわいそうっていう考えを持った時点で。 ボランティアの人たちは大きな差別をしていると思うと試験を述べている。かつては低身長症者は、危険のごとく扱われ、就職などで差別されることも多かったことから、ミゼットプロレスは低身長症の者のにとって、生活の糧を得る重要な就職口の一つであった。試合がない時には、テレビ局などからの依頼を受けて、小型の着ぐるみを担当するスーツアクターの仕事もこなしていた。 身体的ダメージが蓄積されて、身体障害を負うなど健康を害する選手も多く、リスクに見合った金銭的な評価も期待しづらいため、後継者難に悩まされている。一時期は、選手が、ミスター・ブッタマンしかいなくなり、試合が組めなくなったこともある。全日本女子解散直前に、プリティオータがデビューして、久方ぶりに試合が組めるようになり、全日本女子会さ後は、 メジャー女子プロレスエイタスに引き継がれるが、ミゼットレスラーが二人しかいない状況が現在まで続いているため、ネオ女子プロレス、ネオ解散後は、レイナ女子プロレスで女子レスラーと試合を組ませるようになり、ミゼットレスラー同士の試合は年一回あるかないかの状態である。詳細は、EN、ミニエストレイヤを参照メキシコのプロレスにおいては、ミニエストレイジャと称した大型レスラーのキャラクターを、 もしか小柄なルチャドールが相当数いる。その大半はミゼットというより若干小柄という程度の体格だが中には明らかに小柄な選手もおり大柄な選手ではできないようなトリッキーかつ素早い動きによって観客の目を引きつける重要な役割を果たしている。またリングネームに小さいの意味のあるシートやペケーニョをつける場合が多い。中には マスカリータ・サグラダなど本家をしのぐ人気を誇る選手さえ存在する。一時期、日本のミゼットレスラーとメキシコのミニエストレージャによる対抗戦が行われたこともある。また、メキシコのミニエストレージャがドラゴンゲートに来日したこともある。概要の項に記述した事情から日本では、ミゼットプロレスは試合中継などが難しい状況にあるが過去において、 テレビに登場した事例はいくつかある。1960年代前半に国際試合と称した工業が日本で行われた際には富士テレビが下記の通り試合中継を放映していた。また日本テレビでも三菱ダイヤモンドアワープロレスリング中継の枠内において小人国プロレス大会の模様を1961年4月14日と4月28日の2度に 渡り生中継した。1980年代 TBS の番組8時だよ。全員集合のメインコントにミスターポーンが数回出演している。志村健がポーンを突き飛ばすが、ポーンが何事もなかったように起き上がり、逆に志村を突き飛ばすというコントを行っていたが、一部視聴者からのクレームにより放送が中止されている。年月。 TBS で放映された女子プロレスを題材にしたドラマ輝きたいのには舞台である東洋女子プロレスに特別参加する男子レスラーという役柄で全日本女子プロレス所属ミゼットレスラー数名が出演しているドラマではセリフなしながらも数シーンに登場して演技をこなしたりまた数秒ながら実際の試合の模様が流れたりした 1992年9月30日、フジテレビで深夜枠のドキュメンタリーという形で、ミゼットプロレス伝説小さな巨人たちという90分番組が放送された。2014年10月20日、BS スカッパーの番組バズーカで復活。ミゼットプロレス生放送と題して、約52年ぶりにミゼットプロレスのテレビマッチが実現している。 2017年6月30日、ABC の番組、探偵。ナイトスクープで、ミゼットプロレスに挑戦したいという依頼で、低身長の依頼者プリティオータ組、タイミスター・ブッダマンの試合が行われた。ありがとうございます。